を開始します。せよしよし、僕の番だな。そこだ、いただき、私の番です。それ、敵集団を撃破、先に進みましょう。強そうな敵せや、手こわいさ、気をつけろ。はっ、さてと行きます。トランスフォーム、シンクロ完了。ゴー、アルカディスギア、よーい、ドン。ブリューナク展開、照射、とどめです。はぁ、よし、そこだ、いただき、よし、なんとかなったわね。ああ、上出来だろう。どれどれ、確認するね。いいじゃんいいじゃん。それじゃあお礼を送っとくね。はっはっはっ、せい、さあ覚悟してもらうぞ。せい、よし、これで大丈夫ね。はっ、せい、はっ、そこだ、よし、逃がさない、ファイヤー、ふふん、どんなもんよ。戦闘を開始します。はっ、僕の番だな。見たか、バンダールの剣。行くわよ、逃がさない、
行くぞ。聞くぞ。さてと、それ戦闘終了、お疲れ様でした。影響しすぎ、我が太刀はせい。見えた。よし、これで大丈夫だ。各種ステータス。強敵です、注意してください。はっ、今だ、行くぞアキラ。了解しました。それよし、行くぞ。はあ、僕の番だな。行くわよ、セット、ストライカー。はあ、くらえ。お返しさん。受けないで。ありがとう。行きます。アークス駆動。はっ、行くぞ。はっ、よし、僕の番だな。私の番だ。来て。
敵集団を撃破。先に進み、よし、掴む。よし、やったわ。まだまだこれからだ。どうやら結界に反応したようじゃの。聞いていた通りか。じゃが物事にはしかるべき順序というものがある。見たところ主の因果はようやく再び回り始めた様子。ほんの心づきじゃ。これより先はまだ早い。いずれまみえようぞ、ハイノライザーよ。音色。
はじめまして、新しい7組のみんな。前の7組に所属していたエリオット・クレイグだよ。よろしくね。お噂は金がね、7組出身とは知りませんでしたが、よろしくお願いします。演奏とっても素敵でした。ありがとう。君たちのことは先週リーンから聞いたばかりでね。アルティナちゃんだっけ。うん、ずいぶん雰囲気が違うね。まあ以前お会いした時は敵同士でもありましたし、隠密活動に特化したスーツも着ていましたから。君はだから一体何やってたのよ。しかしまさかこんな場所で改めて再会できるなんてな。巡業旅行で回っているのか。うん、さっきセントアーク駅に到着したばかりでね。この大聖堂を拠点に数日ほど活動する予定にしているんだ。リーンたちの演習に重なったのはちょっとラッキーだったかな。はあ、そうだな。ラッキーというにはタイミングが良すぎる気もするが。え、あは、何のこと。ま、それはともかく今はちょうど忙しくてさ、改めて連絡するけど会う時間は作れそうか。うん、大丈夫だと思う。夜になっちゃいそうだけど、実はこれからここで。すみません、エリオットさん、子供たちがそろそろ。あ、はい、こちらは大丈夫です。実はセントワークの子供たちに演奏のコツを教えることになってさ。わあ、演奏教室ですか。そうか、子供たちも喜ぶだろうな。君たちは特別演習じゃなくて特務活動だったっけ。初日みたいだし無理しすぎないように頑張ってね。
ファイヤー、イッホー。ほらクルト君、もっと飛ばして飛ばして。はしゃぎすぎだ、頼むから手を離さないでくれよ。ヤッホー。いや無理してテンション上げなくていいからな。
覚悟してもらうぞ。せい、行くぞ。よし、さてと。や、敵集団を撃破。先に進み、はいや。よし、行くか。お願いします。はいや。うわ、本当に脱線してる。ミハイル少佐もいるな。声をかけてみるか。はいや。大事な時期に面倒な連中が来ましたわね。1年半ぶりですか。
黒ウサギもそうですが、随分と変わりましたわね。あの年齢の男子ならば珍しくはないのでしょうが、まあまだまだ未熟でしょう。なんか嬉しそうじゃん。嬉しそうになんてしていません。さっき話した時も思ったけど、噂で聞いていたよりもさらに腕が立ちそうじゃん。ランディ兄とどっちが上かな。ちょっと楽しみかも。赤い死神ですか。なかなかの腕前でしたけど、いずれにせよ彼女も含めて私たちの敵ではありませんわね。せいぜい今回の実験の目くらましとして役に立ってもらいましょう。それはいいんだけどさ、ちょっと味見するくらいは構わないとか思わない？まったく、あなたたちナンバー持ちときたら。いいですか、我らにとって待ち望んでいた大いなる計画の再開です。あなたも第三中の意向を受けているという話ですし、少しは面目というものを。まあまあ、せっかくだからお互い目いっぱい楽しもうよ。なっ、うわー、ちょっ、何を、いや、小ぶりに見せかけてベルお嬢さんくらいはあるよね。お仲間の二人と比べたら控えめかもしれないけど、これはこれで好きだな。ちょっとシャレになってないですわよ。いい加減に。いやこの娘、あまりにフリーダムすぎますわ。お母様、せっかくの帝国再デビュー、派手に飾らせてもらおっかな。相手にとって不足はなし、サプライズゲストも期待できそうだしね。どう、はいや、町パルム、帝国最南端の町ですか。俺も初めてだが、噂にたがわぬ風景だな。七組の B 班が最初に訪ねた町でもあるんだよな。10歳くらいまでここで暮らしてたんだっけ。やっぱり懐かしい。まあね、知り合いも少しはいるし、それよりすぐにでも魔獣の調査に向かいますか。いや、妖精も出ているし、一旦街を回ってみよう。人形兵器や脱線事故などの情報も得られるかもしれない。クルト、案内を頼めるか。ええ、それはまあ久しぶりに知り合いと会うのが恥ずかしかったり。そういえば
クルトさんの実家の剣術道場もあるとか。いや、パルムの道場は去年の暮れに閉鎖されたんだ。誰かいるかもしれないから挨拶くらいはしておきたいけど。あ、そうなんだ。閉鎖ですか。とりあえずクルト、町の案内は任せるから、押さえておくべき場所を教えてもらえるか。ええ、それでは。大丈夫だと思いますよ。いやー、それほどでもあるかもですけど。あれ、リンくん、久しぶり。元気にして。おっと、Thank you.
魚が集まってるな。せい